真田源次郎幸村、いざ参る。いや、大将、準備はいいかい？大事な初戦だ。緊張しすぎてヘマやらかさないでよ。ふん、愚問だぞサスケ。俺を誰だと思っている？いや、真田幸村さんでしょ？いいな、最強甲斐武田が大将、真田源次郎幸村なめや。うわー、そいつは驚いた。てアホらしい。ま、えらく元気でないのを頼りにしてるぜ大将。うむ、昨晩から一睡もせず二走の鍛錬をしていた。どういうわけか寝つけなくてな。ゆえに準備は万端だ。おい、それド緊張して眠れなかっただけじゃねえか。まったく、まらしくないよりはマシだわ。いちいち叫ぶな、やかましい。さあ、天下三兵衛の揃い踏みだ。楽しくいこうか。ほいっと。ああ、ついてるね。遊んでる場合じゃないよ。天海様。いいお茶だ。いいお手前じゃねえか、ワビスケ。一直線。超素敵。紳士王国堂々完成。我が輩、誰かに見せたくてたまらない。紳士とは武士ではないのでござろうか。おお、よく来てくれたね。ここが我が輩の超素敵紳士王国。あ、心ゆくまで楽しんでくれたまえよ。ああ、おじゃ。あれ、出発。義明様、先ほどの御仁は敵でございます。だよ。なんと趣味の悪い影武者があんなにも。我が輩の超素敵紳士王国に早速攻め込む者が。極秘に進めていた人類皆ヒゲ紳士計画が漏れたのかね。ではただで返すわけにはいきますまい。だね。その通り。この素晴らしい超絶素敵紳士王国を。あっと、そこの君。令和の神と欧州三代素敵紳士たる我が輩にぴったりなのは一体どちらだね。なるほど、こう落とせばよかったのか。定番だ、主人公無敵なのに。次なる自慢場所を求めての船出である。どこら辺が自慢なのか俺には全然わからん。時と場所に合わせた身だしなみこそ紳士。衣装部屋に行くよ。みんなが熱血だから俺はサスケ殿のように表情といくぜ。昨今はオラを受けて侮れる。それがその腕に磨かれば一撃必殺。まさに効果は抜群ですな。この考え野草に似たりとは思わん。真田の大将、ここは任せて打って出ろ。了解だ、力の限り任せようぞ。無敵なのに。ったく大将になっても世話はかかるな。泳げる豚がいると安心だね。悪いな母ちゃん、俺帰れそうもねえわ。さーて、お手並み拝見といきますか。この雪村狂いますぞ親方様。そなたの思い、この雪村が受け止めた。幽体規則はひげがあることでござる。滅じるまで。なにこれもきっと敵将をおびき寄せる作戦だ。もう見つかったのかい。我が輩の捕獲は知らん。素敵さに気づくとはね。どうかね、この衣装。気候には着こなせないだろうがね。ご存知かね、義明の義は義輝公の義なのだよ。では残る一文字は七光からでござろうか。まだまだこの超素敵紳士王国の1割も自慢していないよ。思い知ったかい。ズルから始まる正義もあるよ。玄米茶と超上質茶菓子の素敵な出会い。我が輩の超清絶回転水車がついた団子だよ。お気をつけくだされ。キャツラ尋常ではありませぬ。できる限り我が輩の隠れる時間を稼いでくれたまえ。折れるままでが紳士です。これぞ甲斐武田が育んだ底力なり。上質団子が貴公の口で出会いたがっているよ。いいなあ、それいいなあ。認めないとも。目にゴミが入ったのだ。紳士は永久に区別だよ。せいや親方様のお教えを心に、己の風林火山を得る天下一のつわものになってみせますぞ、親方様。雪村、甲斐武田の行く末、お主に託す。軍勢を率い、天下統一をなせい。そして見つけるがよい、己の風林火山を。おや、深刻な顔しちゃって、どうした大将。ああ、親方様が申された。俺自身の風林火山、それは何かと考えているんだが。なるほどね、それは気になるわな。まあ先は長いんだ、じっくり考えるこった。先は長いか。そうだな、戦い続ける中で見つけようと親方様は俺に申されたのだ。ならば獣どもも騒がしいですな。これも乱世がゆえですかな。お尋ね者です。実に許しがたいですな、雪村様。